僕が今切ったスタイルとかスタイリングって別に正解じゃないです。全然全く正解でもないし、普通のグラデーションと何が違うかというと、普通のグラデーションはちょっとここに書きますね。さあ今日もやっていきます。どうも山口ロムです。今回はね、このグラデーションボブも質感調整もしてあって、ブロードライもしてあるので、最後スタイリングしてこのスタイルをまとめてみようかなと思います。でこのスタイルはまあ一般的には、まあ、専門用語で言うとグラデーションボブで、まあ、最近の言葉で言うとハンサムショートだったり、そういうショートスタイル のヘアスタイルになるかなと思うんですけれども、やっぱり人気のスタイルですよね。見てない人はね、ぜひ前編後編と、あと質感調整のところもぜひ見てほしいんですけど、それをベースにこうカットしているスタイルなので、これをちょっと今っぽくナチュラルなスタイリングをしていきたいと思います。なので最後まとめるときにこのスタイルのポイントだったりっていうところをしっかりお伝えしますので、ぜひ最後まで見てね、ご自身で、ね、練習してこの動画を見て活かしていただけると勉強になるかなと思います。でこの僕が今切ったスタイルとかスタイリングって別に正解じゃないです。全然全く正解でもないし、でもこれは僕のやり方なので、人それぞれやり方ねあっていいと思います。ただ僕の切り方の一つとしてこのスタイルが僕の中で存在しているので、僕の中でのスタイリングの仕方だったりっていうのをちょっとお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。それではいきましょう。はい、ではやっていこうと思います。ですね、今回はもうストレートアイロンを使ってスタイリングしていっちゃいます。もうショートスタイルなんで、ショートヘアのスタイルなので、全部をこう巻くっていうよりかは動きの出るところに少し動きをつけてあげる感じでいいかなって思うので、まずちょっともみ上げ、この顔周りはやっぱりこのスタイルの印象にもなるところなので、顔周りは若干動きを入れます。なのでもみ上げを少しですけど内側に巻いていきます。こんな感じで、あんまりこうぐるってやるよりかは自然と毛先を少し丸めてあげる程度で大丈夫だと思います。こういうところですね、こういうところを軽く、そしたらもう表面に行きましょう。表面なんですけど、まずは前髪からこうちょっと形を作っていきます。でサイドパートなんでこっちにちょっとこう流したいですよね。なのでまずは前髪となる部分を縦気味にこんな感じでちょっと分け取って、これをオンベースに引き出して流したい方に毛先をこう流してくる感じですね。見えづらいかなと思うんですけど、いきます。表面はやっぱりふわっとさせたいので、ポイントは表面スタイリングするときはあんまりこうダウンステムでやっちゃうとここが潰れてしまうので、しっかり上に持ち上げてふわりさせていく。でも本当に見てわかると思うんですけど、ストレートアイロンを軽くこう内巻きに動かしてるだけなので、そんな難しくはないですよ。でこういう顔周りはしっかりと細かく作っていきます。あんまりねこう全部やりすぎちゃうと逆にボリュームが変に出すぎちゃって、作り込みすぎちゃう感じになると思うので、僕は全体ショートスタイルだったら表面と顔周りぐらいで終わらせちゃいます。この方がお客さんも自分でこうスタイリングするときにやっぱり簡単にできた方がいいと思うので、簡単にできるようにスタイリングしてそれをお伝えしています。はい、で今軽くこう少しね表面を巻いてあげたので、スタイリングしていきます。で僕はこのワックスを使います。
ちょっとツヤのある柔らかいワックスでしっかりとなじませて、それを髪の毛の内側からこうつけていきます。下から下から。なんで下からつけるかというと、表面からつけてしまうと表面だけについて内側がどうしてもつかなくなってしまうんですね。なのでしっかり内側からワックスを入れ込むことによって髪全体になじませてあげる。表面からどうしても内側って届かないんですよ。なので内側から外にやってあげることで、全体的にこうなじみ、髪の毛に整髪量がこうなじんでくれるので、均等なあの質感だったりっていうのが表現できますね。全体的に整髪量がついたら、そこからあの求める形に戻していきます。しっかり巻いてあったり、しっかり乾かしていたら、その形に髪の毛はもう自然と戻ってくれるので、しっかりとこういうネープ部分にもつけてあげることを意識しましょう。やっぱりショートスタイルっていうのは360度どこから見ても綺麗な形っていうのが理想なので、後ろから見た時にネープだけパサパサとあったり、あんまり質感が均等じゃなかったりすると美しくはないので、で必要であればこういうスケルトンブラシだったりブラシを使ってブラッシングしてあげて形を作っていきます。はい、まあざっとこんな感じで、ある程度スタイリングはできたので、ちょっと微調整していきましょう。でイメージするのはひし形をイメージすると一番綺麗な形ができるって言われてますね。日本人はどうしても頭の鉢が張ってたり後ろのボリュームがなかったりするので、そこはもちろんカットでも補正はしますけど、しっかりとスタイリングでも後ろのボリュームが出るように、あとは鉢があまり張らないように、あと横から見た時に前にもしっかりボリュームが出ているようにということを意識してあげると、さらにねクオリティの高いスタイリングができるのかなと思います。どうでしょう、こんな感じで見えますかね。ぐーっと一周します。はい、で仕上がりがこちらになりますね。こんな感じのスタイリングをするんですけど、僕らはもう美容師なので、どうしてもこう作り込んじゃったり自分がいいなと思うものをやっちゃったりしがち、僕もそうなんですけど、そうなっちゃう時もありますけど、でもやっぱり一番はお客さんの普段のスタイリングがしやすかったり、お手入れがしやすいで、一番再現性が高くて持ちがいいっていうのが一番理想的だとは思うので、なのでできるだけ簡単にお客さんでも再現してもらえるようなスタイリングを今回ちょっと提案させていただきました。はい、ということで今回はこのグラデーションボブのスタイルをカットしていきました。で、軽く展開図なんですけど、ここに書いてあります。で、ポイントとしてはバックのアンダーセクションは縦から横に切り替わっていく、ここですね。縦から徐々に横に切り替わっていく。なので縦スライスの場合は軽さが出ますよね。もちろん軽さが出てくると思います。でそこから徐々に横にかけて、横のスライスになっていくにつれてだんだん重さを作り上げていくようなイメージ。なのでこのヘアスタイルは後ろここがキュッてタイトになってますよね。なのでここ1線目は縦スライスで取り、そこから徐々にこう横のカットラインを出すようなシャープなライン出したいので横スライスで切っていく必要があります。なのでミドルセクションから上は全て横に引き出して、ここですね、横に引き出し全て前下がりの形でグラデーションをつけていく。そして基本的な考え方はこれで大丈夫なんですが、グラデーションのスタイルっていうのはどうしても表面に角が残りやすいんですよ。その角を落とすために
ここですよね、ここの頭の丸みが出てくるので、それに対してグラデーションの角度でカットしてしまうと、ここがどうしても角ができてしまうので、そこを、いつも僕が動画でカットしているここの角を落とすような切り方をしてあげることで、最後に見た時のカットの断面が丸い形がカットされているというようなことですよね。で、ここの今線を引いた部分、ここはアンダーセクションの部分なので、縦スライスから横スライスで切っている部分になります。なので縦スライスで切るとこのようにちょっと持ち上げてカットしているので、レイヤー気味な形になりますね。で、そこから横スライスでカットしているので、グラデーションのこの重みがしっかり乗っかってくる。で、そこから最後このカットをすることで頭の丸みに合わせたカットラインになるので、このような曲線を描いたグラデーションのスタイルということになります。普通のグラデーションと何が違うかというと、普通のグラデーションはちょっとここに書きますね。普通のグラデーションはこのようなグラデーションです。すべて同じ角度。そうすると頭は丸いので、どうしても重たいとこだったり、軽いとこだったりっていうところが出てきてしまうんですよ。なのでそうではなくて、この頭の形、僕はだいたいここはミドル、アンダー、ミドル、オーバーの3セクションで考えてるんですけど、この3セクションごとに頭の形は変わるので、この頭の形に合わせたグラデーションをカットしていくことが必要なのかなって僕は感じています。なので結果的にちょっとこういう曲線が特徴的なカットラインになるようなイメージです。そうすることで頭の形を補正できたり、無駄なセニングだったりそぎが必要なくなったりするので、僕はこのテクニックをグラデーションでは使ったりしています。もちろんこの、表面をグラデーションの角度で角を落とす行為をしなくても、レイヤーを入れて丸めるっていうこともできます。もちろんそれはどっちでも大丈夫なんですが、今回はこのような形でカットさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。4回にわたってこのグラデーションのスタイルを解説させていただきました。もちろんグラデーションボブが全てこの切り方、このスタイルかというと、もちろんそうではないです。これはあくまでもグラデーションスタイル、グラデーションボブの一つのスタイルということですね。スタイルの中の一つということです。なので他にも切り方はいろいろあるので、そういうところも今後の動画で発信していこうと思ってます。でね、もし僕はこんな風に切ってるようだとか、なんでそうやってやっぱそこでカットするんですかとか、そういう質問があればぜひコメントの方に書いていただけると嬉しいので、ぜひコメントに書いてください。で、ね、この動画いいなと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ぜひね、この動画見たら、ただ見て満足するだけではなくて、しっかり自分の練習に生かしたり、自分のお客様にやってみたり、そういうところでアウトプットするまでが勉強になってますので、そのね、きっかけをぜひこの動画で見つけていただけると幸いです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。